んにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはマルカ食品ペヤング山菜そば風になります。そばっぽい感じのフレーバーですね。進化を続けるそば風と繊細な具材の山菜の組み合わせ、いただきましょう。よろしくお願いいたします。今回もいただきます。ペヤングさんの山菜そば風です。本当に山菜そばだったらめっちゃ嬉しいんですけど、はい、それではまずは一口いただきます。やっぱり完全に山菜そばって難しいですけど、それなりにちゃんとね、山菜の香りもしてますし、醤油も他のそば風は割と天丼のつゆみたいなちょっと粘り気があって甘めだったりするんですけど、サラッと系ですね。はい。醤油も美味しいし、いいですね。頑張ってはいるって感じですかね。はい。それでは、この商品を楽しむためのポイントを言いましょう。この、商品のポイント。まずは、山菜そばを再現した上品な一品。はい。頑張ってる感すごく感じます。やはり厳しいところはありますけれども、頑張ってる感感じます。はい。次。蕎麦粉を一切使用していないペヤングオリジナルの蕎麦風麺を使用。はい。もうお馴染みになりましたね、これね。去年の2021年の年頭に初登場してから、もうだいぶお馴染みになってるかと思います。はい。次。カツオだしが効いた優しい味わいの中に、程よい苦味の山菜がアクセント。山菜っぽさすごくよく出てます。はい。どういうこと？おしゃべりしながらいただきます。山菜の風味よく出てます。はい。香りもいいですよ。関西の。うん。本物と比べちゃかわいそうっていう感じはします。ここちょっと個人的な思い入っちゃいますけど、本物の山菜そばと比べちゃったらかわいそうっていう感じはします。でも頑張ってる感はすごく感じる。うん。最初はやっぱり蕎麦風が初めて出た時はものすごいインパクトがありましたけれども、数を重ねてくるとね、やっぱり本物の蕎麦との違いっていうのはだんだん分かってきちゃうところはありますし、ちょっとやっぱりね、サラッとソースで醤油が美味しくても甘さがあるんですよ。そういうところはちょっと本物と比べると蕎麦風ってなっちゃうとこなのかなっては思います。はい。山菜まあまあ入ってます。ちゃんと山菜、あのキノコとかにもよくあるあの鼻をスーッと通ってくる香りと、あとちょっとした苦味とシャキシャキした歯ごたえと、その辺はちゃんとありますね。美味しい美味しい。あ、香りがいいわ。蕎麦風、蕎麦風をちょっと振り返りますと、このチャンネルで扱ってきた蕎麦風は一番最初のなんちゃって蕎麦風がこのチャンネルで実は2本目の動画なんですね。
最初のソースは天丼のつゆみたいなちょっと粘り気があってちょっと甘かったんですね。でその後韓国味っていうやつがありました。このチャンネルではスキップしちゃいましたけれども、さらに善光寺御開帳記念そば風っていう善光寺か善光寺オンラインショップでしか買えないそば風があって、その後そば風わさび味、これは宮城県の志津川高等学校コラボでわさび醤油味焼きそばだったと思いますけど、ちょっと名前不正確かもしれませんけども、その流れをそば風に持ってきたのかなっていう、そば風わさび味っていうのがあって、この時のソースがそれまでの粘り気がある甘いソースではなくてサラッとした醤油は美味しいソースに変わったんですね。その後がこれ山菜そば風で、さらにその後には超大盛り合い盛りうどんそば風っていうのがまだ待ってます。でこちらは事前の情報をいろいろ集めたところ、粘り気のあるタイプのソースに戻ってるみたいですね。それはもううどんと合い盛りなんでソースが混ざっちゃうとあんま良くないんでしょうがないかなと思うんですけれども、そういった流れで、はい、ますます今後そば風のバリエーション出てくるのかなと楽しみにしておりますけれどもね。そのうちグレートボスとかで天ぷらそばとか食べたいですね。はい。できればお願いします。なんつっちゃって。カップ麺の卵が好きなんだ。うん。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。うん。山菜の風味たっぷり楽しめましたね。これでも焼きそばで醤油味のやつで以前あったキノコマックスみたいな感じにしたらなんか美味しいのができそうな気がしますね。うん、そういうちょっとバリエーションにも期待を込めて今後のそば風とか山菜系とかウォッチしていきたいと思います。はい、というわけでごちそうさまでした。美味しくいただきました。ありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回はマルカ食品ベヤング山菜そば風をいただきました。カップ麺リスペクト風にラップアップさせていただきますと、もっと頑張ろうそば風という感じです。ありがとうございました。美味しくいただきました。ぶっちゃけ山菜そばは汁がある方が好きなのであんまり期待値を高く持たなかったんですけれども、それがいい方に作用したのかなと思います。山菜の風味食感はしっかりあって美味しかったです。とはいえ天かすのような目立ちたがり屋の具材じゃないので、どうしてもそば風の方に比重がいっちゃいますね。そうなるとそば風も頑張ってはいるけれども、まだここまでなのかっていう印象になっちゃう感じがします。大変申し訳ないんですけれども、ぶっちゃけそば風でなく山菜焼きそばだったらもっと感動が大きかったかもしれません。というわけで今回はマルカ食品ベヤング山菜そば風をいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。